僕です。ささみ丼と、あと昨日の夕食の残りと、あとうどんをねもう食べてしまいました。ごめんなさい、気づくのが遅かった。それでは食べていきます。今日は雨ですね。ということでちょっとね、今から出かけてきますよ。それでは皆さんも一日楽しんで。今日はね、映画見に来てますよ。そしてね、その前にゼロコーラとポップコーン、これは北海道醤油、うまそうだな。オフ慣れてますね。じゃあちょっと見に行きましょう。今日は太陽の家をね見に来てます。長渕剛の主演作品ですね。さあ見てきましたよ、長渕剛主演の太陽の家。あ、でも良かったですね、かなりね。内容としては、あの父親のいない男の子に大工の棟梁が男の生き様というのを教えてあげるという、そういう風なストーリーだったんですけど、ただ圧倒的に他の普通の映画と違うところなんですけど、これがね、あの突然ね、ロッキー4バリのね、バリバリのねトレーニングが入ってくるんですよ。あの内容とは無関係に、これはねもう素晴らしかったです。もうオリジナリティ溢れてましたね。内容としては本当ね、なんかハートウォーミングなヒューマンドラマでしたね、うん、それにロッキー4バリのバリバリの筋トレが入ってくるというね。ぜひね、まあ、長渕剛が好きな方や映画が好きな方、そして筋トレが好きな方、見てみてくださいと言っても、もうそろそろ公開もう終わるんじゃないかな、うん、急いで。チョコパクがね行われています。あー、まあちょっと入ってみようかな。チョコがたくさんありますね、いいな、結構いい値段するな、うん、はい、行ってみましたよ。人が結構多かったですね、うん、たくさんね、いろんな店舗全国から出てたんですけど、ちょっとね値段が高いな、うん、今の僕にはちょっと不要かな。でもね、これね3年ぐらい前かな、ここでね一度イベントに出演したことがあるんですよ。こういう感じですね、あのまさかのこの時期にね上半身裸でね出るという、なかなかね修行みたいなイベントだったんですけど、うん、ではちょっとお家に帰って飯でも食おうかな。ではさあ、これよりねちょっと帰りながらこのクルミパンを食べようと思ってます。クルミはね結構オメガ3が豊富で、まあ皮膚や血管の弾力を出してくれるんで、重要な栄養素を含んでいます。ということで入ろうかな。じゃーんじゃーん、プーパッポンカレーとささみです。さあこれを今から食べていきますよ、うん、あ、プーパッポンカレーうまっ、うん、本場の味だね。作るの簡単だったけど、4食目なんかコーンフレーク的なやつをプロテインで割ってます。5食目、パスタとリンゴとでもやしのナムルみたいなやつかなです。さあ食べていきたいと思います。はい、6食目です。ラストの食事となります。ささみ 200g 入りの黄金チャーハン、白米 400g とわかめスープです。このね黄金チャーハンはねあれですよ。さあ食べていきたいと思います。いただきます。ちなみにこの黄金チャーハンはね、あの僕が大好きな漫画のね中華一番からちょっとヒントを得て作りました。あの中華一番のアニメの第1話で主人公の真央がなんかね最初に卵かけご飯を作って、でそれで茶あの炒めるわけですね。そうすることであの米が一粒一粒卵をコーティングしてパラパラになるというね、そういう感じです。じゃあ食べていきます。あ、うまっ。なあ、ふかふかやな。ふ
かふかや。うん、まっ。うーん。つー。しみるぜ、こりゃ。うん、ふかふかや。じゃあちょっとささみもいこうかな。ささみもいきます。いただきます。うん。ささみもね、低温調理したものを、まあ、ちょっと火をその通しすぎないように調理したので非常に美味しいです。今度この僕のちょっと黄金チャーハン、僕流の黄金チャーハンの作り方をアップします。うん、紹介しますよ。ってことでじゃあ食べまーす。はい、どうも。夕食の後ね、寝てしまってね、ちょっと次の日の朝になっちゃったんですけど、まあ一日の僕のオフ期の一日の食事はこういう感じでした。まあ、いかがだったでしょうか。まあ大体結構、しかもオフの仕事も休みの日だったんで結構ね自由に食べてたんですけど、まあ普段は結構脂質は割と1日 50g ちょっとぐらいに抑えて、でまあ無駄な脂肪がつかないように行っています。タンパク質量としてはね、1日大体 200g をキープするような形で、あとは炭水化物をたくさん取るようにして体をどんどん大きくして作っています。まあ参考になればぜひね、参考にしてみてください。ということで本日の動画はここまでですね。じゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。標的をこの僕の方へ、いいよ、ケツみたいな胸、ケツみたいな胸、いるから、生きるため走り出す。